アンドトレビューシェット MS フォントアンパサンドとは、平日助詞と、を意味する記号である。ラテン語の意の合字で、トレビューシェット MS フォントでは、と表示されイの合字であることが容易にわかる。アンパサンドという言葉は、アンドパーセアンドが添加したものである。アンドの記号は、ラテン語で、アンドを意味する ET、または、意の合字が元になっている。ジェフリー・グレイスター。 グロッサリオブ・ザ・ブック英語で教育を行う学校でアルファベットを複唱する場合、その文字自体が単語となる文字については伝統的にラテン語のパーセを用いて A パーセ A のように唱えられていた。また、アルファベットの最後に27番目の文字のようにアンドを加えることも広く行われていた。アンドはラテン語でイと読まれていたが、後に英語でアンドと読まれるようになった。 結果として、アルファベットの副称の最後は、X、Y、Z、アンドパーセンドという形になった。この最後のフレーズが繰り返されるうちにアンパサンドとなまっていき、この言葉は1837年までには、英語の一般的な語法となった。しかし、他の26文字や、声語の、といった英語アルファベットから除外された文字と違い、アンパサンドは、発音を表すものではない。 アンドレマリアンペールがこの記号を彼の著作で使い、これが広く読まれたため、この記号がアンピア、エスアンドと呼ばれるようになったという誤った語源説がある。アンパサンドの変遷時計1から6現代のアンパサンドはカロリング将軍自体のものとほぼ同じ。右のイタリック対アンパサンドはより新しい意の合字が元になっている。インシュラー体の意の合字。 アンパサンドの起源は1世紀のコローマ筆記体にまで遡ることができる。コローマ筆記体では E と T はしばしば合字としてつなげて書かれていた。それに続く流霊差を増した新ローマ筆記体では様々な合字が極めて頻繁に使われるようになった。アザガタニット3は4世紀中頃におけるイの合字の例である。その後、9世紀のカロリング消耗事態に至る。 ラテン文字の変遷の過程で、合字の使用は一般には廃れていった。しかし、イの合字は使われ続け、次第に元の文字が分かりにくい字型に変化していった。現代のイタリック体のアンパサンドは、ルネサンス期に発展した筆記体でのイの合字に遡る。1455年のヨーロッパにおける印刷技術の発明以降、印刷業者は、 イタリック帯とローマ筆記帯のアンパサンドの両方を多用するようになったアンンパサンドのルーツはローマ時代に遡るためラテンアルファベットを使用する多くの言語でアンパサンドが使用されるようになったアンパサンドはしばしばラテンアルファベットの最後の文字とされることがあった例えば1011年のバーズファースの文字表がその例である同様にアンドは 英語アルファベットの27番目の文字とされ、アメリカ合衆国や、その他の地域でも、子供たちは、アンパサンドは、アルファベットの最後の文字だと教えられていた。1863年の MB ムーアの著書座、ディクシー・プライマー、フォーザ・リトル・フォークスに、その一例を見ることができる。ジョージ・エリオットは、1859年に発表した、小説、 アダムビードの中で、ジェイコブストリュに次のセリフを語らせている。H.E. ソートイート、e, so、eat, Z. ハドオンリービンプットツーフィニッシュオフス、アルファベートライク、ゾウアンプやサンドウッドヘクタール、ダムアズウェル、フォーホーアットヒークトシー。よく知られた同様のアップルパイ ABC は、X,Y,Z. アンドアンパサンド、オールウィッシュドフォー、AP スインハンドという歌詞で締めくくられる。 アンパサンドはティロ式記号の意とは別のものである。ティロ式記号の意はアンパサンドと意味は同じだが、数字の7に似た形の記号である。両者は共に古代から使用され、中世を通してラテン語の意を表すために使用された。しかし、アンパサンドとティロ式記号の意はそれぞれ独立に発明されたものである。ラテン文字から発展したコアイルランド語の文字では、 アイルランド語のアガスを表すためにティロ式記号の意が使用されていた。今日はゲール文字の一部として主に装飾的な目的で使用されている。この文字はアイルランドにおけるキリスト教時代初期に修道院の影響によって書き文字に加わった可能性がある。日常的な手書きの場合、 欧米では小文字のイプシロンにイプシロンを大きくしたものに縦線を加えた形の単純化されたアンパサンドがしばしば使われる。また、イプシロンの上下に重線、または点をつけたものもしばしば使われる。砕けた用法として、プラス記号がアンパサンドの代わりに使われることもある。また、プラス記号に和を重ねたような無精子系側面摩擦音を示す発音記号。 のようなものが使われることもある。ティロの側記には、意を表すための、がある。この文字は、ドイツのフラクトゥールで使われたほか、ゲール文字でも使用される。ギリシア文字では、と、を意味する、カッパアルファーイオタを表すための合字として、が使われることがある。プログラミング言語では、C など多数の言語で、アンド演算詞として用いられる。以下は、C の例。 PHP では変数宣言記号の直前に記述することで参照は足しを行うことができる。ベーシック系列の言語では文字列の連結演算子として使用される。フーバーはフーバーを返す。また、主にマイクロソフト系では整数の16新表記に &H を用い h d f のように表現する。SGML、XML、 HTML ではアンパサンドを使って SGML 実態を参照する。ありがとうございます。